よろしくお願いします。そうですね、子供の時から、まあ、動物に囲まれた生活を、まあ、していたんですけども、まあ、自分にとって爬虫類ってのは結構、まあ、身近な存在だったんですね。まあ、お店に通うたんびに爬虫類のこう知識を、まあ、教えてくれるお店の店長さんとかっていうのは、まあ、僕にとってすごく、まあ、ヒーローみたいな存在だったんですよ。それから何年も、まあ、月が経って、まあ、2015年くらいですかね、まあ、芸人になるっていうふうに決めて養成所の門を叩いたんですけど、まあ、そこから2020年に前身となる YouTube チャンネルを開設して、まあ、そこでデンドロパークと出会って爬虫類、そして、まあ、爬虫類屋と関わっていくうちに、まあ、自分の生きるべき世界はここだなと確信してきました。まあ、その中で今回いただいた、まあ、東京原宿店店長という役目、本当に今あの時憧れたヒーローに自分からなって、過去のヒーローたちを、まあ、今超えてやろうというふうに気持ちが高ぶっています。ここからは古庄智明というヒーローの物語が始まるとそう考えています。まあ、7年という時間の中で培ってきたものはですね、まあ、山ほどあったんですけども、まあ、人、話術とか、まあ、YouTube、 どれをとっても、まあ、本当自分の財産ですね。まあ、デンドロパークに入社したいと決めた時に、まあ、芸人を続けながらでも構わないよっていう風に言ってくださったんですけど、まあ、当初その言葉にね、ちょっと甘えるような方向で考えてはいたんですけども、徐々に本当に、まあ、爬虫類たちと向き合えることができるのだろうかとか、自分が憧れていた人たちは全てを捨て爬虫類に身を置いてたっていうことを思い出しました。 YouTube チャンネルは特に、まあ、7年間の芸人人生の中で、まあ、自分なりに力を入れていたところになります。まあ、自分のその動画を見てカーペットパイソンの飼育を決めてくださった方も多くいて、まあ、自分を伝える、まあ、駆け足と、ね、もうなってくれた存在でした。まあ、しかし、まあ、これから、まあ、プロの人間として曖昧な内容を発信するのは、まあ、さまざまな混乱を生みかねないと考えまして、新チャンネルへと生まれ変わりを決定いたしました。まあ、さまざまな方との出会いの場を作ってくれた芸人人生、そして、まあ、前身のチャンネルへのこの感謝を胸に、まあ、次のステージに頑張っていきたいなと考えてますね。そうです、まあ、2015年、まあ、芸人として1年目の時にデンドロパークとは出会いました。ジャパンレプタリズ賞でストライプセントラルを購入したのを、まあ、今でも鮮明に覚えてます。まあ、その時から爬虫類屋としてはどこか、まあ、異彩をちょっと放っている印象がありまして、まあ、とても魅力を感じてました。まあ、YouTube を通じてお仕事をさせていただいた際もですね、まあ、従来の爬虫類屋とは一線をこう画する発想があったりですとか、この組織には爬虫類に新たな可能性を見出す力があると感じてました。まあ、そんな姿を間近で見て、自分もここで力を発揮したい、自分も絶対に何かできると確信し、入社を強く希望しました。まあ、約1年ほどですかね、まあ、下積みを経て、ようやくここに立つことができました。まあ、自分の力を遺憾なく発揮して、デンドロパークからこの日本の爬虫類界にですね、新しい風を吹かせることができるんじゃないかなと思ってます。はい、まあそうですね、今まで、まあ、YouTuber と、まあ、お客様ですとか、まあ、そういった関わり合いでイベントでお話しする機会っていうのはすごく多かったと思います。ここからは、まあ、プロの爬虫類屋として、まあ、そして一人の、まあ、爬虫類好きとしても、さらにお客様に、まあ、いろんな提案であったりですとか、いろんな出会いを演出できる人間になれることをですね、まあ、すごく嬉しく思います。まあ、その中で、まあ、本当にもう本当に大好きなこの爬虫類たち、本当にずっと自分の人生の約もう本当8割以上ずっとこの爬虫類たちが自分の中にいてくれて、その中で様々なこれから爬虫類たちとも出会い、そして様々な人と出会い、その出会いを演出するこの爬虫類の世界に、まあ、大きな何か影響を与えて、より爬虫類たちにですね、いい環境を提供していけるんじゃないかなと思っております。これから、まあ、この世界で、身を置いていくやっていく中でも、この本当に一爬虫類好きという気持ちをですね、忘れずに、本当にまず爬虫類と真摯に向き合っていきたいと考えています。その中でも様々な苦悩はあると思いますが、そこを乗り越えて、よりお客様と爬虫類共に向き合って、生き物を飼うということであったりですとか、生き物と接していくことをですね、よりいろんな人に伝えていけたらなと考えてますので、これからもですね、温かい応援をしていただけたら嬉しいと思います。これから出会うたくさんのお客様と、そして、お店を共に盛り上げてくれる爬虫類への感謝とリスペクトを決して忘れない、そんな店長になります。新米店長ではありますが、応援のほどよろしくお願いします。ではまた次はお店でお会いいたしましょう。シーズンネクスト、バイバイ。